おはようございます。朝から失礼します。お盆休みね、皆さん入ってるんですか？私はね、やります、営業しますよ。あんまり忙しくはないですけどね、やってます。毎年お盆やってます。で、皆さんのとこどうなんですか、お盆って。結構人がね動く時なんで、どうなんですかね。まあそんなんいろいろ考えながら、毎年お盆はね私営業してるんですけど、でお盆休み取ってもね、どこ行ってもいっぱいやっていうのがあるから、あんまり休みたくないっていうのがあるんですよ。だからまあ仕事をしてます。で今年に限ってはね、11月に東京荻窪店をオープンさせるんで、それのためのね準備とかもあるんですけど、まあちょっと今日は日曜日で、ね企業さんがね、お休み入っちゃうんで、準備って言っても準備なかなかできないんですけど、まあできることはやっていこうかなと思ってるんですよ。まあロゴは完成したでしょ。でまああとチラシ作ったりとか、ユニフォーム作ったりとか、まあチラシとかね、ある程度自分でデザインっていうか、その大したもんじゃないですけど、書く文言とかね、こういう文言書いた方がいいかなとか、そういうことを考えてるんですよね。で一からデザイン頼んじゃうとまたすごいお金かかっちゃうから、それはなるべくね、極力余計な出費はしないようにしてですね、蓄えをね1000円でも1万円でも多くして、スタートオープンに挑みたいなと思ってるんですよ。でね、であとそうやな、そうスタッフさんね、まだ募集してます。今お二人決まってるんですけど、オープン当時は私みっちり、私も現場に入って一緒に働きます。で、スタッフさん4名と私込みで5名でスタートできたらいいなとは思ってるんですよ。でも今スタッフさん確定2名と私と3名となんですね。でまあ別に全部で5名にならなくても、最初は3名でももちろんしようと思うんですけどね。でまあできたらあと1人スタッフさん1人加わってもらって、最低ですよ、最低3名と私込みの4名でスタートできたらちょうどいいかなと思うんですよね。でもちろんずっと募集はかけ続けますけどね。でなぜね、そのリクルートとか一般紙のその求人かけないかっていうと、私のことをね、YouTube やブログを見ていただいてですね、ある程度分かってる人の方がいいんですよ。やっぱオープニングスタッフっていうのは私はそういう考えでいてるんですね。でこうやって見ていただいてる方っていうのは、私のやってることとか考えとか、ね、私のね、人間性とかある程度分かってるじゃないですか。でそういう方たちと一緒に働きたいっていうのがあるんですね。で待遇面はね、下にリンク貼っておきますんで、その、募集要項ですか、下貼っとくんで、まあ見てもらっていいんですけど、最初は最低限の基本給18万って言ってますけど、まあほらそれは本当最低限です。でそこから、福利厚生も充実させるんで、各種保険も完備してるんでね、そこから天引きになって、手取りがちょっと下がっちゃいますよね。 2,3 万は下がると思いますけど、残業手当はちゃんとつけます。もちろんつけますからね、ブラック企業とか言われないようにね、
しっかりとつけたいと思います。で、数字がだんだん見えてきますよ、数ヶ月したら。そしたらそれに合わせて、もちろんその基本給っていうのは下がることはないです。あとは上がるだけなんで、どん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 上げていきたいと思います。で、で応募募集要項ですには、マックス35って書いてありますけど、まあそれはね、店舗スタッフですよ、店舗スタッフの話で。で、私はね、オープニングスタッフさんにね、期待するのは、その施術、接客ももちろんありますけども、その先のことも期待してるんですよ。で、もちろん独立希望の方いいんですよ、独立してもらってね。で、独立希望じゃない方はね、幹部候補っていうことで、私はこれからね、そのまあまあ、そもそもだから東京になぜ出したかっていうことなんですよね。ただ2号店を出したい、出すんだっていうわけじゃない、ただそれだけじゃないんですよね。その先があるから出すんですよ。うん、あのまあ僕ね、いつも言ってますけど、ガチガチ専門店を全国にね増やすと、そして、ガチガチ専門セラピストも増やすっていうことです。で、初めてこのね、ガチガチ専門って聞いた時に、そうガチガチ専門店で働くっていうのは私無理っていう風にね思っちゃうかもしれないですけど、この技術っていうのはね、私が1ヶ月指導すれば必ずつきますよ、技術がね。だから安心してください。講座、1日の講座でもね、すぐ結果出す女性とかたくさんいらっしゃいますからね、意外と簡単なんですよ、ちょっとしたコツ。うん、だから再現性があるから、私が特別だからできるとか言うわけじゃないですよ。だから今回すぐに募集、してくれた確定の2名のスタッフさんっていうのはそうです、1日講座受けただけのお二人なんですけど、すぐに結果出して、それぞれのサロンで勤務されたんですね。で、実力もついたし、で、私の考えをね、これからやりたいことっていうのを気に入っていただいて、ご理解いただいてね、それやったら協力したいということで手を挙げてもらったお二人なんですけどね。だから技術に関してはそんな皆さんビビらなくていいですよ。そもそもセラピストなる前かって不安だったんじゃないですか、できんのかなっていうね。で、実際やってみたらできるでしょ。で、ガチガチ専門もそうなんですよ、同じ感覚、大丈夫です。だから本当にね、こうやって YouTube とかブログ見てる方にね、ご応募いただきたいなと思ってます。はい、あー美味しい。皆さん夏バテしてないですか。ほんま暑いですからね。なんかエアコンの下、サロンね勤務やったら店内にずっといるわけでしょ、エアコンの下にね。と体おかしくなりますよね。たまには外出てお日さん当たって汗バーってかいた方が気持ちいいですからね。はい、今日の予約は2人しか入ってないですよね。まあどうなるか分かんないですけどね、開けてみないと。まあでも今日もいろいろとね、準備していきたいと思います。はい、さてね、今日も頑張りますよ。なんかね、夏ってしんどいですよね。夏が楽しかった頃っていうのは、学生の時かな、いや、じゃあ結婚するまでが楽しかったんかなと思いますね。いや、20代かな。うん、なんか年々夏ってしんどいですね。で、家族もできて、子供もだんだん大きくなってきたらね、あえてしたらなあかんし、遊んだらなあかんしね。ね、お父さんは大変ですよ。うん。はい、じゃあ今日も頑張っていきます。